つつかものですが、これからもよろしくご指導ください。スケジュールを確認します。一人前の戦士になるために、今後ともよろしくお願いします。
スケジュールを確認します。スケジュールを確認します。目的をセットしました。向かうとすっか。
何を作るんだ。そんじゃあな。できました。この調子でいくぞ。間違えました。
住宅が使用されている。攻撃します。シャードブーストのチャンスです。バーツで弱点がつけます。これは効きますよ。ガンガン行こう。フリー行きます。キラー、これからも頑張ります。
きます。そこです。ジャン、お疲れさん。怪我はないな。えいや、頑張ります。せやファイヤー。チャージ力が召喚です。そこです。ファイヤー。なんだ、先制攻撃のチャンスです。これは効きますよ。チャンスです。ガンガン行くぞ。アーツで弱点がつけます。この調子でいきましょう。スキル発動いきます。ビャーン。これは効きますよ。ガンガン行くぞ。アーツで弱点がつけます。これは効きますよ。この調子で行きましょう。アーツで弱点がつけます。メリちゃん行きます。こいつは効くぜ。この調子でいきましょう。特定のアーツが有効よ。こいつは効くぜ。全力でいきましょう。呪いぜ。嫌いだ。チャンスです。特定のアーツが全力でいきましょう。ガンガン行くぞ。ドライブシェルの展開。頼む、アニエス。崩れました。行きます。ガンガン行くぞ。この調子で行きましょう。これは効きますよ。これは効きますよ。これは効きますよ。アーツで弱点がつけます。行きます。やー
きましょう。これはどうでしょう。いきますよ。バンさん、特定のアーツが有効よ。全力でいきましょう。こっちだ。そらそら、好機です。シャドウブーストのチャンスです。アーツで弱点がつけます。この調子でいきましょう。ガンガン行くぞ。ユースギフ・アルアハブ・アンパスだ。私が相手です。これはどうでしょう。アニエスさん、いきますよ。チャンスだ。やっぱか。
これは効きますよ。行きます。このまま先に進みましょう。始めるか。エイソヤ、いやあ、はっ、いや、ファイヤー、失敗です。は、せや、どこでも敵を撃ちましょう。シャーロックストのチャンスです。これは効きますよ。そこです。ジャン、フェリー。お、宝箱だな。遠隔攻撃に注意してください。群れてやがんな。
始めるか。気をつけろ。シャードスキルが更新されました。シャードスキルが更新されました。昔前の装置ばかりだが、まだまだ動くもんだな。はい、単純だけど長持ち、そんな思想が伺えますね。ああ、なるほどです。休憩できそうです。Thank you.
地よいです。ふう、心地よいです。
こいつは効くぜ。乗ろいぜ。クライナー。シールド展開。私が相手です。全力で行きましょう。ガンガン行くぞ。ピアシブホワイトヒール。悪いな。これは効きますよ。そこです。ジャン、バーサクルーブースト全開よ。特定のアーツが有効よ。炎のカゴドライブ開始よ。
ドライブ開始。感謝します。後期です。出力再開です。ガンガン行くぞ。アルアハブアンパスだ。チャンスだ。ブーストチャンス決めろよ。クールブースト全開よ。全力でいきましょう。ヒル発動よ。しまいにしようぜ。セイッ、バンダライスレイダー。ブーストチャンスで行きましょう。
呪いぜ、くらいだ。私が相手です。決まってくよ。これはどうでしょう。最大です。炎のカモ。ここはお任せを。大いな光の円環、我らに息吹を与えたまえ。感謝しますリリちゃん。上限はアップです。これは効きますよ。炎よ、我らに息吹を。シールド展開。望むところです。そこです。チャンスだ。クルーブースト全開よ。スキル発動よ。しまいにしようぜ。せい、ガンダライズレイダー。チャンスです。ブーストレベル最大です。ガンガン行くぞ。よっ、えい、突き合い、メリちゃん、エイリア、ヒルナ、今です。バーサクルーブースト全開よ。お見舞いよ。しまいにしようぜ。ダンダライス・レイダー。ブーストゲージリミット解放。えい、それ、キアリ、ベルちゃん、炎よ、私に力を。やあ、イグニス、ランペイジ。やりました。完了。お疲れ様でした。報酬が振り込まれたわ。スケジュールを確認します。強いです。どうかしましたか。今一瞬光ったような、気のせいでしょうか。周囲を警戒しろ。
そこだ。これは。何なのよあんたたち。というか、なんで私に気づいたわけ？企業秘密だ。それよりあんたの方だろ。その猫耳のようなフォルムに今の身のこなし、もしかしてグリムキャッツっつう知女か。誰が知女よ。例の噂の何かの迷彩でよく見えませんが、体のラインがはっきりとわかる格好、あれが大人ですか。いつか私も。ダメですよフェリちゃん、真似したらダメです。たぐ、子供の教育に悪いだろうが。うるさいわね。これがグリムキャッツのスタイルなの。やっぱあんたがグリムキャッツか。私がグリムキャッツよ。何よ、文句でもあるの？いや、どうでもいいんだが。どうでもよくはないでしょ。そもそもあんたたちこそ何者？遊撃士じゃあなさそうね。女の子もいるみたいだけど、ただ者じゃないわね。もしかして私を捕まえに？あの、誤解です。私たちは CID から依頼されて。 CID？ やっぱり体制側じゃない。そっちの男もなんか気に食わないし、力ずくで押し通らせてもらうわ。面白い、やってみろよ。怪盗との戦闘、いい訓練になりそうです。はっ、後悔させてやるわ。話を聞いてくださいよ。チャージ展開。さあ覚悟なさい。ステータスを確認します。全力で行きましょう。頼む、アリエス。
それ。助かったぜ。好機です。おまけだ。せーの、いただき。借りは返すぜ。はい、はい、スキアリオン。頼む、アゲレス。それ。悪いな。ワイルドスマッシュ。望むところです。これは効きますよ。ユースディックアルアハブアンフォスだ。チャンスだ。呪いぜ。クリア。頼む、アニエス。それ。悪いな。行きます。捕らえました。燃え上がれ。来なさい。てりゃー。チャンスです。シールの展開。セーフ。
望むところです。もらった。何なのよ。ま、こんなもんだろ。なかなかやるじゃない。本当気に障る男ね。こうなったらこっちも本気で行くわよ。さあ後悔させて。ちょっと待って。もうこんな時間。遅れたらどうしよう。もうあんたたちのせいだからね。そうね、これ以上はちょっとやばいし。どういう事情があるかは知らないけど、あなたたちは悪い子じゃなさそう。でもそこの男は覚えときなさい。いつか絶対目にもの見せてやるから。お前たち、それはこちらのセリフだ。よっぽど縁があるようだな、スプリガン。新顔もいるようだが、とりあえずご同道願おうか。
作品は楽しんでいただけましたか？ゾーイ役のジュディス・ランスターです。私的に印象に残ったのは、なんといっても後半のあの脱出シーンですね。何せ撮影の際は共演者も含めてクルー全員でずぶ濡れになりながら10回以上も撮り直したんですから。監督ったらもっとじゃ、もっとエロ、情熱的にダイブしろなんて容赦なくリテイクして、さすがにちょっと切れかかりましたよ。よろしければご馳走いたしましょうか。お久しぶりですね、バンさん。首都で少々所用がありまして、あなたにお目にかかるのも含めてね。近くに私どもが経営する主家がありますので、少々話を聞いていただけませんか？あれは確か兵ゆえの。やっぱりあの男ただ者じゃなさそうね。私にも気づいてたみたいだし、ママたちにも相談しなきゃ。ヘイユエ貿易公司社長のザオリーと申します。お嬢さん方、今後もお見知りおきよ。まあそれも一面ですが、それは残念。こちらとしてはあなたとは良好な関係を築きたいと思っているのですが、まあせっかくですし、お食事の前に話だけでも聞いていただけませんか？実はバンさんにはコートに出張していただきたいのです。そのコートで最近厄介事が続いていましてね、警察やギルドにも頼れないこともあって、ほとほと困り果てているのです。無論我々兵ゆえも対処するつもりですが、我らが振るう力はあまりに大きすぎる。そこでスプリガン殿の手をお借りできないかと思った次第でして。
やるからには徹底的に一撃で。これが長老方の方針です。今のアルマータはかつての中規模マフィアだった頃とはわけが違います。狙いの見極めも含め慎重を期してかかる必要があるでしょう。挑発されているとはいえ短絡的な報復などは避けるべきかと。ただ跳ねっ返りが一人いるのですよ。兵ゆえにまだ所属していない溢れんばかりのカリスマのある問題児が。少々長くなりましたが食事前のお話はこれくらいで。これ以上はバンさんが出張を引き受けていただいてからといたしましょう。いいえ、実は私は明朝クロスベルに立つ予定でしてね、この場で返事がいただきたいのですよ。そこで黙られるからあなたには期待してしまうのです。言うまでもなく保険です。そちらは応じていただけるか分かりませんので。そうご理解いただければ。大陸中東はバリス四国から取り寄せた秘伝の生ドライフルーツを使った前菜です。まずはご賞味あれ。大変貴重なものでして、ヘイユエでもめったに手に入らない一品です。依頼を引き受けてくださったら16種詰め合わせの特箱をお送りしましょう。もちろん報酬とは別に、あくまで感謝の気持ちとして。いかがですかバンさん。